こんばんは、水野ゆうきです。昨日ですね、5キロ走り切ることができたんですけれども、今日がやはり少し足にも疲労が残っているので軽めのランニングとなります。今ですね、少し小雨が降り始めました。もしかしたら大会の当日も小雨が降ったりとか、そういった天候の状況もあるかもしれないので、少しぐらいの雨でも走る訓練をしなくてはいけないということで、今日は少し小雨の中ですけど頑張って軽めですけれども走っていきたいと思います。ちょっと356が暗くてガタガタしている。はい、ということで今日はですね6キロノンストップで走ることができました。嬉しい、ありがとうございます。皆さんに応援していただいているおかげで、ノンストップでですね6キロまで到達することができました。しかも今日は県庁に行って帰ってきて、で夜の10時から始めているので結構体力消耗したんですけども、それでも走ることができたので引き続き、10キロ目指して頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。はい、おはようございます。水野ゆうきです。はい、今ですね、駅頭を終えて戻ってきました。で、朝の仕事が始まる1時間のちょっとした時間なんですけども、この時間を活用してランニングの練習していきたいと思います。で、今ちょっとご覧の通りですね、今日かなり日差しが強いので、しっかりと日焼け止めを塗っていきます。私、これまで動画とかでもお話ししているんですけども、アトピー性皮膚炎とか敏感肌だったり、かなり肌が弱いのでですね、いろいろなんか香料とかあんまり入っていないようなものを日焼け止めを使ってまして、今私使っているのはこちらスティック状のものなんですけれども、簡単に手軽にこういう風に外でもですね手を汚さずに使えるというところでかなり重宝しています。はい、今日もですねランニングもして仕事もして充実した一日を送っていきたいと思います。ということで昨日は県庁で臨時議会があったので県庁往復してから夜の10時から6キロ走ることができて、今朝は駅頭を終えてから朝の仕事の時間までの時間を活用して今日も5キロ走ることができました。ということで2日連続の5キロ以上のランに成功することができました。よかったです。ということでまた引き続きですね着実に距離を伸ばして皆さんと一緒に走れるように体力もつけていきたいですし、しっかりとですねフォームの見直し等も含めて引き続き頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。